初日7レース走られます静岡116期のクメル選手です。よろしくお願いします。お願いします。第2回パールカップということで、昨年はですね、2着だったんですけども、振り返っていかがでしょうか。去年はすごい充実した成績も残せて、ただそれ以上を狙っていかないといけないので、今年は取るつもりで、はい、来ました。4月に向こう松で落車されて、オールガールズが決勝で6着、その後も競技などもあったと思いますけども、その辺の過ごし方っていうのは何か重点的にやったとかありますか。向こう町の落車の後もうすぐ G1 があったので、ちょっと軽く休養と練習と、でその後競技もあったの でそれが終わってからはしっかり休養して、一回疲れも取ってからでしっかり練習してきました。でもここを取るつもりで練習にしてきました。はい、そうです。初日なんですけども、戦い方はどういった戦い方されますでしょうか。自分の力を発揮できるようにしっかり自力基本で戦いたいと思います。では最後にファンの方へメッセージよろしくお願いします。はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます。精一杯走ります。応援よろしくお願いいたします。